何なんだお前ら。何だとは失礼。我々は真の地球人だ。貴様らは我々を地底人ということだ。せい、どうだ、せい、向かった、せい、どうじゃ、見ろ。我々はロビが増えすぎた。よって地上を頂くことにした。だが地上にも流れが多いらしい。このままでは我々に邪魔になる。絶滅してもらうことにした。地味でヒーローをやってるのだ。俺は負けない。地上は俺が守る。おかげ、邪気をするぞ。随分と世話になっているじゃないか。強くなりすぎた。皆さんが今見ている光景がヒーローと怪人との戦いです。この世界にはしばしば怪人が出没します。怪人たちは人間社会の平和を脅かし災害とみなされます。それらは危険度に応じていくつかのレベルに分類されます。ほら、不特定多数の生命の危機、鬼、町全体の機能が停止、もしくは壊滅の危機、竜、いくつもの町が壊滅する危機、神、人類滅亡の危機。このマントを羽織ったスキンヘッドの男性は3年ほど前まで就職活動に行き詰まっているどこにでもいる愛された青年でした。その時怪人の襲撃に出くわし身を挺して男の子を助けたことで幼い頃に憧れていたヒーローになる夢を思い出し、趣味でヒーローを始めヒーロー協会に所属するプロヒーローになりました。ヒーロー協会は戦闘能力の優れたものを募集し怪人や災害発生時のヒーローたちの活動を支援する組織です。所属する何名のヒーローたちはヒーロー協会の指示のもと今から災害現場を搬送し市民を守るために戦っています。これはヒーローたちの物語です。そして彼の物語でもあります。
現場に配信しました。相手を立てていく。終わりました。いざ、ただいま。何者だ、お前は。趣味でヒーローをやっているものだ。何だ、その適当な設定は。私は人間どもが環境汚染を繰り返すことによって生まれた。わが地球は一個の生命体である。貴様ら人間は地球の命を蝕み続ける病原菌に他ならない。人間どもとそれが生み出した害悪文明を抹消するため、私は彼らの石によって生み出された。ワンパンで終わっちまった。クソったれWe'll be right back.
Thank you.